今朝、珠洲市に開設された公費解体の申請窓口を訪れると、書類を手に申請を待つ人の行列が。ご予約されてますか？じゃあ一応こちらの方で受付をいたしますけども、ちょっと待ちが結構いらっしゃいますので、多分ですね、2時間とかそれぐらいは待ちが出るかと思いますので大丈夫ですか？珠洲市では先月25日から地震で全壊や半壊となった建物を所有者に代わって自治体が撤去解体する公費解体の受付が始まっています。窓口に並ぶのが今日で3回目だという女性に話を聞きました。同意書を持っていきなさいとか、印鑑証明を持っていきなさいとか、一刻も早く解体してほしいんです。地盤沈下で隣の方のところに倒れてしまうと危ないんで。こちらの女性も必要な書類が足りなかったようです。今日はちょっとこれがないと並んでも知らないので、すいません、お待たせしちゃって。はい、またお願いします。はい、今週はいますんで。はい、はい、はい。あ、委任状がいるね、息子の。私、書体の知らないでしょ。これで。改めて書類を持ってくることになりました。県によりますと、県内での公費解体の申請数は4月9日時点で5477棟、県が推計する解体必要数のおよそ 25% に当たります。しかし、実際に工事が完了したのはわずか3棟にとどまっています。申請手続きが煩雑なことや、作業開始までに住民立ち会いのもと現地調査が必要なことなどから、なかなか解体作業に着手できないことが要因だということです。迅速な解体が求められる中、県は国や関係団体と連携して市町を後押しし、効率化を図っていきたいとしています。